いやー、先生のケイスキだよ。愚者アリア続きやっていきたいと思いますと。前回カードをもらったんだったな。タロットカードで、これでなんかいろいろこれを駆使して冒険するみたいな感じのことを言われた。この辺だけ他の色と違う。これはこれが封鎖した道で使おうって今これのことなんやな。わおわあすごい緑の炎が出たはっはっはこれで私もラピュタの雷を落とせるようになったわい。感謝するぞザラシ。緑の葉を燃やす魔術を込めたんだよ。水分を含んでても一瞬で燃やせるけど、緑の葉じゃないと効果がないんだ。なんで緑限定なんカードを渡しておくよ。使う機会はないと思うけど、念のためにね。うん、行ってくるね。使うんでしょ使うと分かって渡せるんでしょ。多分この子天然だからカードがないとまずいな、渡しておこうみたいなそういえばペンタクルってなんだろう。鋭い。俺も分からん。ま、知らなくてもなんとかなるよねカードキャプター桜の絶対大丈夫だよ理論クランプの匂いがするぞ。クランプのお、なんかなんだろうこれ。よう分からんけどなんかあるんやな。ん？こら行かせろこらライオンのトピアリーが当選簿している。どけ。いた。手を噛まれてしまった。くそHP 減っとるやないかこの野郎。はっはっは、私はラピュタ王であるぞ。お前らなんか焼くのは簡単なことじゃ。はっはっは、謝るなら今のうちだぞバカ野郎どくのかどかないのか。どかないなら行かずちょくらえ。はっはっは。ん、城に火を放とうとする者がいるぞヒットラー野郎。は？捕まえたぞ。牢屋にぶち込んでやる。お城に火なんてつける気ないよ。牢屋って。そんな。嘘だろ。嘘だろ。食事はなしだ。死ぬまで入ってろ。狭いよ。出してよ。こんなことってある？お腹すいた。最後にバームクーヘン食べたかった。死んだ。死んでもだないか幽閉幽閉。それがお前らのやり方か。そりゃ前作の物演世界でもいきなりゲームオーバーになる時あったよな。ってことは何もできんで今。もう一つカードあったけど何だったっけ。ゲートが開く。ああ、スフィンクスにもらったやつだったな。今ここでは使えんだろ。こっちに道あるかな。あるな。わあ、なんか仲の良さそうな男女がいること。女性は花を摘んでいる。男性は女性を見つめている。恋人容姿の同士のようだ。くっくさ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 、なんでなんでこんな爆発してほしいやつに雷を落とせないんだよ。くさ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 。蛇がこちらを睨んでいる。なんだね君、貴様にもラピュタを落としてやろうか。何かに巻きつけてきてイライラしているようだ。ラピュタ。くそ、緑でも草じゃなかったらダメらしい。踏みつけるであれこれが人間様の力だ。いたカウンター食らってるやん。足を構えてしまった。 HP 半分になってしまった。もう HP 半分になってしまった。今のうちにセーブしとこう。巻きつきだけでイライラしたよったな。ちょうど巻きつけるような気あるけど。元気のない気。元気ない。借りかけってことか。確かに色合いが借りかけやけど、なんかこういうみたいだら落としたくないな。なるな。これは使えん。落としたくなる。使えない。ああ、かわいそうだ。かわいそうやけん、使わないでいてあげる。お？お！
これもしかしてこれ元のところに戻れるんか。あのスフィンクスおるところ戻れた。あ、こういう転移のポイントがいくつかあるってことか。スフィンクスさん、そんなのちょっと説明してくれんかったら聞いてないよ俺。こういうめちゃくちゃ転移のポイントあるとか聞いてないよ。自分の力で運命を切り開くとかってことは説明はせんわ自分で考えながらやっていけっていうそういう方針でいくのか。ここの光る文字が3つになったら私のとこに来なさい。以上。あ、2つついたけん、もう1つついたら来てくれってことか。了解、了解、了解、ウォッチッチ。これ上行けそうな感じになってるけど。あ、そう見えるだけか。こっちか。あ、こっち。おほほほ、修行してる。誰かが修行してるな、これ。忍者だ。忍者がいると、忍び、忍び。渦巻きナルト的なやつや。男が逆さずりにされている。されとるんじゃ。しとるんじゃなくて、そういう状態になっとるんじゃなくて、されとるんじゃ。なんだ、クズガキ。俺は見せ物じゃねえぞ。スーサイダー男がこっちを睨んでいる。まあ、話してみるわ。何してるの？おじさん、魔女なの？見てわかるだろ。潰されてるの。辛くないの？魔女なの？もう慣れた、慣れたんじゃ。それは慣れてなかったらこんな笑顔にならんだろうな。嫌で潰されとるのに、いやいや潰されとるのにこんな笑顔でおるけんな。頭に血のぼらんのか。それも慣れたのか。そうなんだ。なんで潰されてるの？魔女なの？知るかよ。あー、ガキと話してるとイライラしてくるぜ。早くどっか行かねえと、ケツの肉引きちぎるぞ。どうしてそんな怖いことを言うの？魔女なの？俺はてめえみたいなクソギが嫌いなの。じゃあな。へいへい、ケツの肉引きちぎるんだったら早く来てみろ。やってみやがれ。へいへい、魔女なの？よし。お、なんこれ、いかにも登れそうなところあるけど。ツタが途中から生えている。高くて手が届かない。ここだけ地面の土がふかふかしている。なんか植えて生やすパターンのやつや。そんな気がする。しかも登れそうな感じやもんな。ああ、おお、泉がある。赤いギャラドスが出てきそうな泉がある。けど何も見えんのか。これ絶対後からなんか出てきそうやもんな。あなたが落としたのはこの金の斧ですかみたいなのが出てきそうやもんな。あ、ザラシュだったか。ザラシュに似たようなは女の子やな。胸がちょっと膨らんどるあたり女の子やな。男の子がパッド入れて胸を強調してるとかそういう話じゃないよな。兄弟みたいなのが出てきたな。お、こんなとこに人が来るなんて珍しいね。探し物をしているの。探し物？ここには岩しかないけど何を探しているんだ。ソードとかカップ、あとペンタクル。ペンタクル？ペンタクルはね、どんなのか知らない。ローラみたいな知らないの言い方したと思うよこれ。わかんない。へ、あれか、アリアってローラ的な思考の持ち主なのかな。もしかして天然ってやつなのかな。変わったやつだな。知らないのに探してるのかい。俺もその一員やけんさ、若干バカにされた気がするよな。俺自身も知らなくても何とかなると思うよ。そう、カードキャプター朝倉理論やけん。いいね、前向きな性格のやつは好きだよ。いいね言われたよ。Facebook でいいねされた気分だ。あんた名前は？私はアリア、別名北川京子。なんで北川京子ってこと言うんだ。北川景子だろ。ガチ間違い、今ガチ間違いだからね。みんな北川景子で言おうとしたからね俺。私の名前はアストア。アストア？ソードは王様を持っているの、昔見たことがあるよ。王様ってどこにいるの？なんだよ、王様も知らないのか。まあ私も一度しか見たことないけど。お城に行ってみなよ。さっきのところか、一番最初に来たところ。お城は私が入っても大丈夫なの？まず当選簿されてるからな。ラピュタのイカズティ打ち込んだら捕まったけど。うーん、悪いことをしなければ大丈夫さ。その悪いことに、あの草でできたライオンを燃やしてもいいっていうのを混ざってるのかな。そうだ、このカードを渡すよ。動物関係でのトラブルがあったら私が解決してあげるよ。
わあ、力。この女の子パワーファイターだったな。ムキムキにあっちゃうのは見えんけどパワーファイターだったな。そういうタイプの人間だったんじゃ。ストリートファイターに出てきそうやな。やったー。つまりこれで仕返しをできることになるんじゃ。はっはっは。これ何？ところてんみたいなやつがあるけど、透明でプルプルしている。甘くて動きそうもない。ゼリーみたい。これはライオン普通におるけどいけるんこれ。力で制圧できるんか、この女の子だったら。すごいな君。ライオン近くにいるんだよ。しかもライオンの隣におるこのおっさんやで。すごいなこれ。この先は立ち入り禁止だ。はーい。くそくそくそ。ってことで、ね、動物、いくら草でできた動物といっても動物だろ。噛まれたし。ってことはだ、その力のカードを使えば、力のカードとか言われたら本当にカードキャプター桜っぽく見える、聞こえてくるな。クローカードが、クローカードなんかこれ。パワー。おお、お前が出てくるんじゃ。お前召喚するカードだったんや。お前何にこともなく出てきたし、アリアちゃんそれに対して驚いてないんけど、すごいな。まさにアストロが出てくることを前提で出したような感覚や。ライオンはライオンだけど、トピアリーか。やるだけやってみるよ。頑張ってくれ。アリアは悪い子じゃないから、道を上げてあげて。まず、力って、力って権力的な意味の力だったか、もしかして。力で物理的にどけようとかそういうんじゃなかった。今、どいていったから。この2匹どいていったから、力ってそういう意味だったん。権力的な意味だったんじゃ。よかった。思いが伝わってみたい。思い、かっこ、威圧じゃないの。この女の子、怖っ。なんか、後ろ盾にすごい権力のを感じる。それじゃあ、私は戻るね。ありがとう。でもありがとう。ちょっと怖く感じたけど、ありがとう。セーブしとこうか。おうおう、お前さんよくやってくれたな。お前さんには、燃えてもらうぞ。ですよねー。ああ、セーブしとってよかった。さあ、城の中に入ったぞ。アルカナ国。アルカナか。なんかタロットのことはアルカナとも言うみたいやけど、なんかお姫様いる。あら、かわいらしいお客さんね。皇女、女皇、女帝、女帝か。女帝、女帝童貞、女帝童貞。はじめまして、北川景子と申します。探し物をしてて、ここに来ました。何を探してるのかしら？ソードを探しています。あと、ワンドとかカップも。ソードね。確かあの人が持っていたわね。あんたの夫さんか。王様が持っとって言ったもんな。今は誰とも会いたくないみたいなの。コミュ障を発言してるんや。王様。皇帝なのに子供っぽくわがまま言うのよ。精神年齢低いんやな。ごめんなさいね。そうですか。そうだ。あなたは植物は好きかしら？まあ好きっちゃ好きやけど、さっきから燃やしまくったんだ。2回ぐらい燃やしたな。はい。これを受け取って。あ、何？植物の種？さっきあったな、植えるような感じの土のところ、ふかふかしたところ。これは？丈夫な植物がすぐに育つみたいよ。ここはもう芝生が生えていて、植物を他に植えられないんだ。どこかにいい場所に植えてあげて。わかりました。どうしよう、ソード持ってる人他にもいたような。おったっけ？あー、ここら辺におる兵隊は剣持てそうやけどさ、おったっけ？迷路があるな。なんか変なやつがおるけど、何してるんだ君は。あれ、迷っちゃったよ。迷路のどこかに美味しい木の実がなる木があるんだよ。左上になんか点々が、オレンジの点々があるけど、これ木の実か。行ってみよう。この木だけ小さい木の実がなっている。この先なんか行けそうな気がするけど、燃やしたらあれなんだろう、またお前らのやり方かーってなるんだろう。騙されんぞ、調子乗って燃やさんぞ俺。わあ、また燃やしがいのあるようなもん出てきたやん。あ、持っていけるんだよ。あ、
さっきのところに植えてこれかぶせる感じかな。なんか変なやだ黒いのがいるけど、おい話しかけるなよ、サボってるのがバレるだろ。はあ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 、皆さん右の方で一人サボってるやつ見つけましたよ。早く視界に行ってあげてください。あと牢屋に入れて食料を与えずに一生放置しておいてあげてください。はあはあはあ、罰だよ、これはサボってる罰だよ。はあ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 。あの後すぐにサボってた兵隊さんは牢獄にぶち込まれたんだって。私お手柄だね。懸賞金いくらぐらいもらえるんだろう。次回は助けたくもない魔女のおじさんをゲームの展開上仕方なく救出するよ。